終戦から79年が経ったことで当時を知る人が減り、戦争の記憶の風化が進むことが危惧されています。年代ごとに追悼や慰霊の形がどのように変わってきたのか、 ABS のテレビ放送が始まる前のフィルム動画を含めてカメラが映し出した戦後の秋田を振り返ります。国のため命を失った3万5千柱の霊を慰める全県戦没者追悼式がこのほど秋田市山王体育館で厳かに行われました。この日終戦から13年後の昭和33年1958年に秋田市で開かれた戦没者追悼式、この日集まった遺族の数はおよそ2500人で、この年は遺児の代表が追悼の言葉を述べました。殉国の御霊よ、どうか絶対戦争のない世の中となりますようお守りください。私もお父さんのように立派に、お母さんのように我慢強く、社会の荒波に打ち勝って力強く生きていきたいと思っております。思いも新たに亡き人々を偲ぶ遺族たち、やがて秋田北高校生徒によって冥福を祈る御霊を讃える歌が清らかに合唱されて追悼式の幕を閉じたのです。その6年後の昭和39年1964年に行われた秋田市にある護国神社の例大祭です。境内は大勢の女性たちで埋め尽くされていました。参列するのはほとんど戦没者の妻ですよ。やはり最愛の旦那を亡くしてますから。こう語るのは、半世紀近く県内の遺族会に関わってきた秋田県遺族連合会の田口正益事務局長です。大黒柱を失った戦後、大変な苦労をして生活してきた戦没者の妻たち。県内には当時およそ5200人がいましたが、現在は16人まで数を減らしています。戦没者の妻すべて100歳以上、そしてすべての方が入所しているか介護を受けています。1970年代から80年代にかけて県内では慰霊碑の建立が相次ぎました。戦後県内で建立された慰霊碑は分かっているだけでおよそ180基、その多くは平和を願い続ける戦友たちの手で建てられました。戦争の悲惨だということは我々は本当に身をもって体験しております。もうこれは終生の願いでございまして、この慰霊碑ができましたことでやっと安心して我々も忠霊の跡が終えるというような感じでございます。終戦間際の8月14日夜から翌15日の未明にかけて製油所が標的となった土崎空襲。土崎港や対岸の向井浜では2006年まで不発弾の捜索と処理が続けられてきました。港湾を管理する国土交通省によりますと、これまでに127個の不発弾が発見・処理されているといいます。終戦間際、秋田の郷土部隊歩兵第17連隊はフィリピンに上陸しました。横手市に住む蔦谷勝志郎さん、当時94歳、機関銃部隊の分隊長として常に戦闘の最前線に立たされたという蔦谷さん。自分は何となっても代わりにやってやろうという気持ちにな、そうでなければ戦争できないよ。殺すためにおっかないからって逃げてきたら戦争にならないでしょ。
そして結局盛んな分けとくんだから、やっぱり教育の力だな。教育っていうのはお金よ。お金ですか、うん、本当にいいことも悪いことも教育だもん。77年ぶりにお家に帰るんでありますから、今晩は温かい布団と温かい白いご飯を仏壇にお供えして、いただければ幸いと思います。終戦から長い年月が過ぎ、ここ最近は戦没者とは面識がない遺族が遺品を受け取る例も増えてきました。これは会場の方の特攻でさ、戦闘員は現役および少年兵の志願兵ということは、皆さんのおじさんは昭和19年にこの部隊に入っています。その時期20歳です。20歳、赤髪は20歳からなんで、だから多分志願したと思われます。この部隊によほど国を憂いた方でいらっしゃると思う。遺族が知る由もなかった戦没者の最後、遺品の返還に毎回立ち会っている田口さんは、戦没者がどのようにして戦地に赴き亡くなったかをできるだけ詳しく説明しています。喜んでると思います。誰も彼もみんな亡くなってしまって、本当におかげさまでした。戦争を直接知る人が減り続ける中、その記憶と記録をどうやって次の世代へと引き継いでいくのか。来年は戦後80年という大きな節目を迎えます。